花ちゃんさ、髪切ったんだよ。ものすごいさ、ヤギさんみたいになって超可愛くて。見えねえか。全然見えないよね、多分。全然見えないよね。超可愛くない、花ちゃん。めっちゃ可愛くない。 マジで？めっちゃ可愛くない？これツイッターに上げて。めっちゃ可愛くない？ポメラニアンじゃなくなっちゃってさ。だヤギみたいになっちゃってさ、ヤギみたいに。ヤギみたいになっちゃってさ、劣化？マジで？マジで言ってんの？すげえ可愛い。違うんだって、みんなはさ、なんかさ、なんていうの？ショートヘアの良さが分かってないんだよね。ショートヘアの良さが。いや、でも、うちずっとエアコンつけてるしさ、服あるしさ、もうね、じゃあこう、お尻周りがクソまみれになっちゃって、伸ばしてたのね。ポメラニアン飼ってる人いる。あ、で、ポメラニアンで思い出したんだけど。なんかね、俺の放送用の LINE に写真が来て、ポメラニアンの死体が送られてきて、横山みどりの誕生日にうちのポメラニアンが死にました。あいつ許されてた写真が送られてきて、13歳で死んだみたいで、やめてくんない？そのめっちゃ笑っちゃってさ、それで。なんで犬の死体俺に送りつけてきてんのと思って。でも一応安らかに眠れって書いた、送ったけど。